月15日、今日から四国へ向かう旅を開始になります。このスタート地点はですね、福岡の古賀というところ、古賀インターに今は来ております。ここから高速に乗って、今からね、とりあえず広島まで向かいたいと思います。広島に旅仲間がいますので、まずは、その旅仲間に会いに行きたいと思っております。で、めちゃくちゃね、雨が今日はねちょっと降るということだったんですけれども、めちゃくちゃ晴れてます。晴れ男パワー全開でございますね。ありがたいです。それでは皆さん安全運転で行ってきます。時刻はね5時前ぐらいになっております。広島県の宮島のサービスエリアまで来ました。3時間かかってないぐらいですね。2時間ちょっとぐらいです。もみじまんじゅうを食べようかどうしようか迷っております。ゲストハウス付近に到着いたしました。どこにあるんやろう。ちょっとここから少しね探してみたいと思います。あった、あれだ、すげえ。やってますね、やってます。うわ、めちゃくちゃ久しぶり会うの、楽しみすぎる。はい、東広島からやってきました。広島大学の4年生です。と僕たち大学生と東広島市の豊坂町のおばあちゃんたちと豊坂の地域福祉協力隊の方で作った菜の花を摘んで乾燥させて作った菜の花ソルトっていうのを現在売っています。皆さんぜひお買い求めください。広島に来たら園でお待ちしてます。この広島産の牡蠣ですかね、この地で採れた牡蠣をいただきたいと思います。見てください、このプリプリの牡蠣、いただきます。海の香りが口の中に広がります。おいしい。皆様こんばんは。眠たい。ただいま23時過ぎたぐらいですかね。広島のね、友人の、コウのゲストハウス、コウがやっています。ゲストハウスをね、本当はね30分、まあ1時間ぐらいですかね、ちょっとゆっくり話してぐらいに思ったんですけど、結構2、3時間ぐらい、楽しくってね、2、3時間ぐらいちょっと居座ってしまいましたけれども、でそこで、そこからね出発して島並海道を走って、今ここはもう松山市に入ってるのかな、今治市を抜けて松山市に入ったところです。本当はね道後温泉とか松山市内の温泉に、入ってですね、ちゃんと車もね布団を持ってきたので布団を引いて車中泊しようかなと思ったんですけれども、まだねちょっと温泉とかに入ってないので、それでちょっとこの布団に寝るのがなんとなく僕的に嫌なので、このままね運転席の座席を倒して寝ようと思っております。明日の朝、どこかで温泉入れたらいいなと思っております。眠たい、眠くなってきた。あー眠たいですね。でも楽しいね、旅はいいな、やっぱり。また旅したいな。いいね。明日もね、たくさんまた再会だったり、初めて会う方もいらっしゃって、もうすごい楽しみにしております。ワクワクが止まりませんね。ということで、皆さんおやすみなさい。
今現在12時過ぎぐらいなんですけれども、蚊がおるばい。全然寝れん、全然、まあその車中泊なんで全然寝れんのはもちろん予想はしていたんですけれども、蚊が一匹おるね。この車内に、車内に蚊がおる。もう2箇所刺されてるよ。蚊、どうしよう、どうする。この蚊を退治して寝るのか、どうするのか。あー、眠いのに寝れない。車中泊、旅人って感じですね。いいっすね、この蚊との戦い。よくやってましたね、旅人中に。そうやって考えるととても嬉しいことですが、やっぱり嫌だ。めっちゃ嫌や。どこにおるんやろ。かわいい。めちゃかわいいよ。はい。頑張ろうかね。いや、頑張らんで寝よう。おやすみなさい。7月16日。おはようございます。皆さん。今、朝5時です。案外寝れましたね。布団は引けなかったんですけれども、布団の上に、うわ、寝れました。あ、ここで寝ました。ここで、で今音聞こえましたでしょうか。なんすか、雨がすごい。温泉、道後鞘温泉ゆららさんに来ました。なんと朝8時から開いてるということで、まだね、今現在が7時前なので、あと1時間ちょっとあります。なので今から朝飯食いながらですね、ゆっくり待ちたいと思います。ファミマでサンドイッチ、そしてね、まあ、タンパク質もちょっと取らないとということで、サラダチキンスティックです。今からね、なんかゆっくり、日記とかでもね、書きながら、いろいろ、あと荷物を整理したりとかしたいと思いまーす。いやー、いいですね。楽しいなー。旅って感じがしまーす。はい、お風呂でさっぱりいたしまして、少し、進んできました。道の駅二見というところに来ています。夕日のね、なんかスポットみたいなんですけれども、ちょっとね、今、まあ、雨が結構降ってきだしたんですが、ここでですね、ちょっと音楽仲間と、まあ、再会、初めての対面みたいな感じでですね、会う予定なんですけれども、ですが、なんかね、服がないんですよね。どこに行ったっちゃろう。温泉の休憩所までは持っとったんやけどな。すごいお気に入りの服なのに、どこ行ったんやろう。すごいね、夕日ほんと綺麗そう。今日はちょっとね、あいにくの雨ですけれども、すごいすごい。あの服は多分温泉の時に靴を履き替える時に一回ドアを開けたんよね。あそこで落としたんやな。どうしよう、取りに帰るかな。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、今ですね、ちょっと路上ライブしながら、ちょっと九州からいろいろ回ってるんですけど、なんか下とかでちょっと歌ったりとかしたりしてもいいですかね。ちょっと難しい。多分ちょっとなんか販売したりとかするときにお金いる場所なんですよ。あ、そうなんですね。陸長に聞いてみますね。わかりました、ありがとうございます。
なんとですね、許可を、ここで歌わせていただけるという許可をいただきました。そしてね、許可をいただいたらですね、ちょっと晴れ間が見えてきましたね。すごい晴れ男パワー、ちょっと用意します。大空と穏やかな街並み。
とうございました。ありがとうございました。夜遊び、はい、夜にかける、夜にかけるでした。ありがとうございます。ありましたフロントの前に落ちてたみたいですね。いや、まさかでしたね。車まですら持ってってなかったんですね。途中で落としたんですね。よかった、フロントの前で落としてて。ありがとうございます。温泉ギャラさん、ありがとうございます。綺麗にね、放送もしていただいて本当ありがたい。ありがとうございます。ではね、私は今から高松の方に出発したいと思います。よかった。